ポリティカルリポート。私は今回2期目の挑戦でございます。2期目ですから6年、私は実績と経験を積んでまいりました。この6年間の間、主に子育て支援あるいは健康にまつわる問題について取り組んでまいりました。病気の子どもを預かってくれる病児保育園が保育園とセットで考えられなくてはいけない、セットで増えていかなくてはいけない。私はそのことを6年間言い続けましたが、まだまだ道半ばです。私は普通のお母さんですから、皆さんと同じようにアトピーの子どもを持ったら心配します。ですから食の安全基準は高めたいんです。例えばお米一つ取ってみても、日本の80倍ぐらい農薬が入っているものがあると言われております。お豆腐や納豆に入っている大豆取ってみても、200倍ぐらい農薬が入っているものがあると言われております。日本がもしも他の国々よりも食の安全基準が高いのならば、日本がそういうことで、私はリーダーシップを取っていいことで、日本の良さを分かってもらう、そして日本の農産物の良さを強調する、私はこのことが TPP 構想の中で国益となると思います。私参議院議員牧山ひろえは命を守る、そして健康を守るために一母親としても